トラム2000はスイスの VBZ が1976年から導入した路面電車 BE4-6 型に付けられた愛称である。基本型の BE4-6 の他に同一構造の派生型として BE4-8、BE2-4 BE がある。1976年から BE4-6 ミラージュの後継として導入された。 ミラージュが三車体三台車の変則的な連接車であるのに対し一般的な二車体三台車構成の連接車となっている。基本型の運転台付き二車体連接車 BE4-6 の他に増結専用車として運転台のない二車体連接車 BE4-6 と単独のボギー車 BE2-4 がある。また、 バリアフリー対応として、2車体連接車 BE4-6 の中間に、低床車体を追加した改造車 BE4-8 も生まれた。走行システムは、デュワグカーなどと同様のモノモーター方式で、1から2次車では、直流電動機の直波制御、3次車では参照、交流誘導電動機のインバーター制御である。ブレーキシステムには、電気指令式の液圧動作バネディスクブレーキを、 採用している。ヨーロッパの多くの都市同様、チューリヒでも路線の終端部はループ線となっているため、運転台と乗降扉は片方の側にしかない。連結運転のための電気連結器付きの GFT 型密着連結器を両端に持ち、1から3次車すべての連結運転が可能である。2007年現在次のような系統で運行されている。ありがとうございます。